半戦はいろいろハプニングもあったんですけど、チーム全員で総力戦 で毎試合成長しながらやってきたので、すごく良かったと思います。もういろんな選手が試合に絡んで、本当に全員で勝利をつかみに行ってるっていう感じがあります。私たちのチームは明るさと元気が取り柄なので、そういうところでも見ていただいている皆さんにこう元気とかを与えられたらいいなと思ってます。ゴール前での得点を取る、引き出しをもっと増やして、さらに相手に脅威を与えられるような選手になることが目標です。最後は優勝を目指しているので、いいスタートが切れるようにしっかり準備したいと思います。三菱重工浦和レッズレディース、ハッシュタグ愛さレッズレディースの応援をよろしくお願いします。